2019年の東京モーターショーでは、いつもの車両展示の他に、屋外での無料イベントもたくさん開催されました。その中で、近隣の駐車場を借り切って、現役 D1 ドライバーによる、市販ノーマル車両を使ったドリフト道場走行、という、かなり尖った企画がありました。現役の D1 ドライバーである川端雅人選手、時田正義選手、上野貴弘選手の3名が、それぞれノーマル市販車のトヨタスープラ、日産、フェアレディ Z、ニスモ、トヨタ、86GR、に乗り込んでドリフトし、それに一般人が抽選で同乗できる、という企画でした。車は乗って走って楽しむもの、という、プロデューサー、プストン西沢氏の理念が感じられる、素晴らしく楽しい企画でした。そのほんの一部をご覧ください。来たー、トヨタのスープラー。これ見たくて来てる人もいっぱいいると思います。スープラね、はい、なかなか街中では見ませんからね。おー、結構売れてるらしいんですけれども、はい、やっぱり、まあ、憧れの車なので。確かに、うん、みんなね、でもすぐ気づきますよね。後ろ姿もすっごい個性的だから。俺街中でね、はい、まだ会ったこと1回か2回ぐらいしかないよ。あ、でもあるんですか。ある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 。うわー、あるけど数は少ない。かっこいいね。かっこいいね、これまた。はい、これがスープラです。内装見てください。スープラのこれ RZ というタイプですね。はい、一番上級グレードでパワーがあってターボのモデル、はい、6気筒エンジン積んでます。これ SZR かもしれない。いや、これはあの RZ なんです。 RZ、わかりました、はい、どうですかこれ。エンジン空ぶかしましょうか。お、いただいていいですか、うん、やっぱりこのね、スープラといったらエンジン、はい、電灯とほら、すごいですよ。あの、表情がね、にんまりしちゃってましたね。誰が。ありがとうございますという顔になってます。これ今ね、トラクションコントロールも先にオフにしちゃいました。なんで。すぐオフにしますよね。もうオフにします。だってはっきり言って、これ横向いて走ってるとこ見たことないでしょ、うん、見たい人。あ、見たい見たい。いやいや、このぐらいの拍手でダメ。俺もだってトヨタに後からすいませんって貸し置き持ってくれる。プロデューサーとしてね。そうそう、やっぱ見たい人。あ、これだと1回かな、テールスライド。もう見たい人。やりましょう。しょうがない。ご満足いただけましたか。もうスペック俺が紹介します。わかりました。 RZ はですね、はい、3リットル直六ターボフラッグシップモデル、はい、で他にも SZR と SZ の3タイプがあるんですけれども、はい、6気筒はこれだけ、うん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 、で、このね、車はなんといってもね、加速感を感じるこの8速のスポーツ AT、はい、これがね、品質がすごい高いんですよ。へー。で、開発したあのガズーの多田さんによりますと、はい、やっぱ86も作った方なんですけど、86みたいに身近で楽しむ車っていうよりは、特別な車としてスポーツカーっていうものの世界観を感じてほしいというところで、高級感とか、はい、あとはあのこう高みにある感じ、こういったものを追求してると。だからドライバーがこうその世界観をね、ずっとその世界観の中に入れるように、内装もすごい高級感ありますもんね。あります。で、あとね、乗っていてね、はい、加速していった時のフィーリング、はい、こういったものがね、やっぱりね、違うんですよ。おお、従来の車に比べると、はい、非常に乗りたくて乗りたくてなっちゃってるじゃないですか。なんでもだって仕事で乗ってるんですから。ではちょっと行ってみますね。はい、このアデ姿を見てください。ほらほら。すごいね、シフトのね、滑らかさが光ります。加速してく、3に上げますよ。ほら、おね、2に落とします。1にしようかな。ほら、全然シフトショックがないんです。
すごい品質が高い、うんうんうん、でハンドリング的にはあのしっかり物は使ってきますけれども、はい、振動とか音とか全然なく、うんうん、さらにハンドルはちょっと重めです、じゃあトラクションコントロールを切ってない状態でここの中走ってみますね、はい、ペースを上げてトラクションコントロールが入ってます、はい、なのでほらちょっと滑り出してもすぐに車が姿勢が戻ります。そうですね、押さえてくれてます ね、ちょっとガクガクするぐらい、だからアクセルを絞るんですね自動で、それをもう絞んなくていいよと、スープラちゃんもう行けるだけ行っちゃおうよもういいんですかみたいになると、はい、いいですか皆さんやりますよ、写真撮っといてよこれなかなかないから、イエーイ、おーハッピーハッピーすごい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 、これであるとうるさいキキキってうるさいすごい、めちゃくちゃ連射されてましたよ。でしょ、これもう SNS で拡散してください。見たことないですもん、モーターショーすごいと。ドライブパークでこの後ですね、はい、あの D1 のドライバーがこれ川端雅人が乗って、はい、まあ振り回しますけれども、おもうすごいことになると思います。それに助手席乗ります。25分から受付ですからあと10分ほどありますけど、はい、分かりました。うん、まあ、東京モーターショーなんですけれども、たくさん車の展示ございますけれども、こうして実際ね車が動いているところを見れるっていうのはねありませんのでね、ぜひねここでねしっかりと見ていっていただければと思います。写真もね動画もね自由に撮影していただいて構いませんからね。これ抽選にね応募される方もね、もう男性も女性も若い人も、もうなんかかもう関わらずという感じですね、年齢性別かかわらず皆さん楽しんでいっていただいておりますので、これ持ってましたか。ああ本当ですか。よかったですね。いや良かったです。ぶつかりました。すごいですよ。最高ですよ、ね。めちゃくちゃうまい当たり前ですけど。いやー。無謀運転。ちょっと今外に出て抽選の列を見てきたんですけど、すごいたくさんの人ですね。もうみんなね乗りたいよね。やっぱこう見てるとね余計乗りたくなりますよね。悩んでる場合じゃないですね。これはもう並んでおくしかないですね。抽選当たり外れございますのでね、ぜひとも
当たって助手席に乗ってねいただきたいなと思いますが、ぜひともね参加していただければと思います。お疲れ様でした。こちら側からですねいやいいですね、皆さんね、こう分回された後ですからね、自分がどこから来てどこに帰るのかっていうのがね分からなくなる感じはねありますよね。私も初めてこうね乗せてもらった時、もうこんなに内臓がね偏るのかって思ったことがねありますけれどもね、車に乗っていて普段ね感じる G とはまた全然違うんですよね。横にかかってくるね G がねありますからねピンオフ D1 エクストリーム同乗体験、まあ、その後もですね、続々とプログラム続いておりますので、今日一日こちらで楽しんで、ね、いただくことは本当にいいことだと思いますので、たっぷりとね堪能していただければと思います。ちょっと訂正ですね。この後ですね、このワイルドドライブなんですけれども13時10分まで行うようですのでね、抽選はまだまだ挑戦できるかと思います。